黒岩十五は日本の小説家。社会派推理小説、風俗小説、古代史を題材にした歴史小説で活躍した。大阪市生まれ、父方の祖先は和歌山県新宮市の海鮮ゴミ屋。父は大道電力の電気技師、母は上村正久の弟子で牧師だった池田金之助の娘で安治川発電所の社宅で生まれた。 旧制宇田中学に入学し、4年で終了して、同志社大学の余下に入学。同志社大学在学中に、学徒出陣し、北満に出生する。ソ連国境に近い水噴火の町で終戦を迎え、厳しい逃避業の末、1946年に、朝鮮にたどり着き、内地へ帰還した。この時の体験が創作の原点になる。同志社大学復学して、 弁護士を目指して法学部入学し、闇ブローカー業務を行いながら1947年、卒業。この頃、太宰治や小田作之助を愛読した、日本官僚証券に入社。1949年に、北万病陶記を書き、週刊朝日の記録文学コンクールに入選、囲碁作家を志して、中短編を書きためながら、導入し、 文学者のグループに参加した。3で毎日のちばかめを賞に3515のペンネームで応募した巨数と詩人が仙外加作。ドッジ制作により株相場で大失敗し、家財を売り払って株の情報屋となり、ついで証券新法を設立に参加する。1953年、悪食を試み、腐った肉を食べたことで小児麻痺を発病し、 子供の頃からのかかりつけの中野島の海正病院に入院。以後3年間入院生活を送り、その間大学ノートで小説を書き続け、また退院後も足に後遺症が残った。その間にスターリン暴落で多額の借金も抱えて、父の家や和歌山の祖父の土地も売り払った。帰るべきところがなくなったために、退院後は鎌ヶ崎の土屋街。 ひだ商店街に近い東田町に移り住み、トランプ占い、キャバレーの呼び込み、水道産業新聞編集長など様々な職業を経験。ひだの商婦たちとも顔馴染みになる。キャバレーの宣伝の仕事で、ホステス募集のキャッチフレーズを書く仕事をしていたせいで、小説の題名を考えるのが上手くなったという。有刊誌のコントやラジオ小説に応募をして、収入を得て、 また、当病気を婦人雑誌に採用され原稿料を受け取ったが、掲載はされなかった。1958年に、ネオンと三角帽子が、サンデー毎日大衆文芸コンクールに入選、発表。1959年、現時計太の紹介で、柴良太郎と知り合い、近代説話の同人となり、1960年に、青い火花が、週刊朝日。 宝石共済の検証に、加作入選。この選考委員だった、中島川太郎の紹介で、企業の内幕を題材にした本格的な推理小説、休日の断崖を書き下ろしで刊行し、直木賞候補となる。翌1961年に、鎌ヶ崎を舞台にした多様な人間模様に取り組んだ、背徳のメス直木賞を受賞。続いて、 社会企業の問題を取り上げた、真昼の罠、油の下たりなどを発表、松本清張に続く社会派推理小説作家として、現代人の孤独と陥没の意識に触れる作品で注目された。やがて、西成物を、主に、金銭欲、権力欲に囚われた人間の内面を巧みにえぐった、風俗小説、普通小説作家として活躍した。売れっ子となってからは月に七。 800の執筆をこなしていた。また、推理小説については当時、謎の意味をトリックや犯人宛てに限らず、社会の謎を、人間の謎を推理的に追求していくのも、推理小説に入れていただくならば、私は社会派推理作家なる言葉を誇りたいと語っている。1962年9月には、山中湖事件を取材中に、突然上半身麻痺を起こし、 飛行機で大阪に運ばれて3ヶ月入院したが、そのまま長編の連載は休まなかった。1963年、日本推理作家協会関西支部長に就任。裸の背徳者や、戦災古事をテーマにした前後部の大作、さらば星座などの作品がある。従軍時の体験をもとにした、戦地小説として、短編、兵隊と人間の間、創国執筆。 1960年代からはヨーロッパやハワイなど海外に足を運び、シャンゼリゼ裏通り、サンマルタンウンガ、アムスのジャガイモ、セーヌ川のアゼなどの海外を舞台にした短編も執筆。株の知識が生かされた企業を舞台にした小説、大いなる変身もある。夫の愛人の存在に苦しむ妻を描いた短編、夜の波は中国語番。 日本東大短編小説戦に収録され、黒岩作品の主人公生き方や作品に流れる人間の悲しさ、正義感などに感銘、単なる風俗小説ではないと評された。今沌校に縁のある作家による野良犬会に参加。1970年代後半から以前より関心のあった古代史を舞台にした歴史小説の執筆を始める。少年時代に、 モズ古墳群、古市古墳群など古代史の舞台となった場所で遊んで、育ち、宇田中学では当時、我が校は日本発祥の地にあると強調されており、また、アスカを中心にして古墳を利用するなどの軍事練習をしていたこと、1972年の高松塚古墳壁画の発見を契機とした古代史ブームに触発されたのがあったのが執筆の動機だった。 1976年に歴史と人物編集長に勧められて人身の乱での大天王子と大友美子の争いを題材にした天の川の太陽を連載する。続いて水古天皇が即位するまでの蘇我馬子と物の部森屋の闘争の時代を描く暮蓮の女王を黒岩十五長編小説全集月報に連載し、こちらが先に完結して刊行された。その後、 大化の改新前夜の時代を舞台に、蘇我いるかを主人公にし、落日の巫女を執筆。人影の王子では、聖徳太子の生涯、天かける白日は、天武長期における、大津巫女の悲劇的な生涯を描いている。これらは、日本初期、古事記を独自に読解し、また舞台となった土地にも取材し、時に通説と異なる、独自の歴史解釈や想像も盛り込んでいる。 天の川の太陽については、激動期に生きた人間の物語、大天王子に仕えた、とねりたちも主人公と言ってよいと、自身で語っている。湯気道教では、俗に本気などをもとに、道教の英達への道のりと後見天皇との関係を描き、一人の無意の青年が、普通なら手の届きようもない女性と、こいに落ちる。その過程と結末を描く純愛物語ですと語った。 これらの執筆の方法について、私なりに勉強してきた二十数年の知識を土台に、時にイマジネーションを駆使して推理し、分析するということです。そうでなければ作家である私が古代史の謎に取り組む意味がない、及び、やはり人物に対する人間的な共感ですね。それが湧いてこなかったら、いくら歴史的に見て面白い題材でも、事件や人物に関するイメージがはっきりしてこない。 滅びるのが分かってて、大きな流れの中で、自分なりに必死に抵抗している姿というか、生き様の方を、僕は書きたいですね、と述べている。人影の王子終章では、作者独自の見解として、馬屋と王子が17条憲法を作ったかどうか、大王の地位についたが、そがイルカの圧力で政治から身を引いたのでは、ないかといった自説も述べたのに続いて、 歴史に関するエッセイで様々な説を述べ、1991年に、三瀬丸山古墳の内部が撮影された際には、私の推古女定官画が根底から揺らぐような事実が判明した。と、自説の見直しもしている。また古代史ブームについては、高度成長期を過ぎた日本での、時代の流れの中で生まれた、日本人の血と、日本民族特有の知的欲求の産物とも、述べている。 これら古代史小説は古代の中国や朝鮮半島の情勢の影響を考慮した独特の歴史解釈と現代小説とも共通する人間分析が特徴となっている。1980年に天の川の太陽で吉川英治文学賞を受賞。1992年には一連の古代歴史ロマンにより菊池博史賞を古代に財を取り公設伝承を超えて、 雄来な構想と、あでやかな情感で、時代に攻防を放つ新しい人間像を創出した一連の歴史ロマンに対してとして受賞している。他の代表的な作品に、白鳥の王子、山和武などがある。1984年から、直木賞選考委員、奈良文学賞選考委員も務めた。自伝的小説として、宇田中学時代を振り返る、春の傷。 流行作家時代に趣味のクルーザーで釣りをしながら様々な想念にふけるボート物語、長年交流があるノンフィクションライターで長編小説、廃墟の唇、詐欺師の旅の題材を得たともいう S 氏についての霧の強音、霧の顔、86歳で亡くなった母の死を振り返る、ある戦士、脳死の残影なども執筆した。2003年、寒不全により死去。死後に、 書斎から入院中に完成させた闇の左大臣石上阿蘇マロの連載最終回の原稿が発見され、陳春心、田辺聖子、妻本明、北方健造の追悼文と共に掲載された。人物表として、水上務、分断のどの途等にも属さない一匹狼、瀬戸内春美、華奢で繊細で、どこか痛々しい感じのする外貌を持つが、実は、 タフで粘り強く、喧嘩に強く、女にも強いスーパーマンである。しかし神経だけは、相棒のごとく繊細であるがある。大阪で生まれ育ったが、東京出身の母の影響で、大阪弁よりは、標準語に近い喋り方と言われた。またヘビースモーカーだったが、1970年頃に入院した際に禁煙し、10年後から量を減らして、喫煙を再開した。 弟子に、南ンと志蔵がおり、南ンが、天の地村で、第91回、直木賞候補となった際、連城、三木彦の単独受賞でもおかしくなかったところを、黒岩が猛烈に後押しして、南ンの同時受賞を実現した。ありがとうございます。